はい、どうもゼクレです。ムーンクライング、高田久美さんの曲でした。聴いてくださってどうもありがとうございました。この曲はなくした人を思って歌う悲しいバラードということで、いつもの自分の歌い方とは違うしっとりしたような歌い方で、一生懸命こう気持ちを込めて歌わせていただいたんですけれども、まあおそらくこの動画を皆さんもご覧になった後だと思うんですけれども、多分1番までしか使ってないと思うんですよね。まあその理由なんですけれども、まあそのゼクレは、まあ、こうやって毎週こうカバー曲を YouTube にアップさせていただいてるんですけれども、やっぱりそれ以外にライブとか、いろんなところでこう歌わせていただく機会とか、まあレコーディングする機会とかたくさんあって、まあ、今週はたまたまそれがすごくちょっと多くて、かなりちょっと喉に負担がきていて、一応最後まで歌うことは歌ってみたんですけれども、まあなかなかこうフルパワーというか、こう全力で曲に力をこう注い込むことがなかなかこう自分の思ったように歌えなくてですね、まあ1番まではなんとかこう自分の歌いたい風に歌えたので、まあ、今回は1番までということにさせていただいていると思います。まあ、高田久美さんの曲は本当にすごく昔から好きなので、以前も人魚姫カバーさせていただいたんですけれども、まあそれと同じようにこの曲もフルバージョンでもちろんカバーする予定だったんですけれども、ちょっとなかなか難しくなってしまったので、まあぜひこの続きは生配信とかでフルバージョンで歌わせていただきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録などしてお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。そしてまあ楽曲制作の面でもすごくこう今回は原曲に近く綺麗に楽曲制作できた方なので、本当に後半のね、だんだんこう壮大になっていく曲なので、本当に後半を聴いていただきたかったんですけれども、まあぜひそれはまた生配信等で歌わせていただきたいなと思ってます。そして本来は原曲の方では1番ではねハモリが入ってなかったと思うんですけれども、今回はまあその1番に凝縮するという意味も込めて、ハモリの方も1番を歌う際に入れておきましたので、ぜひそちらの方も楽しんでいただけたらなと思ってます。短いカバーでしたけれども、自分の精一杯の力を込めて歌わせていただきましたので、ぜひたくさん楽しんでいただければと思います。この動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、そして高評価、そしてコメントもしていただけると嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。また Twitter や Instagram、LINE 公式アカウントのフォロー、シェアお待ちしております。よろしくお願いします。またゼクレのオリジナル曲のグッズは概要欄から視聴購入することができますので、ぜひチェックしてみてください。ということでゼクレでした。どうもありがとうございました。
会いたい気持ちはどんなに また今夜も思ったこと一つ